いわきの美味しいものとそこに生きる人たちを紹介するチャンネル、いわき防衛隊のチャンネルです。本日はですね、僕が応援しているサッカー J3 で優勝いたしました、いわき FC の、最終戦の様子です。動画の方がですね、長くなりすぎてしまいましたので、まあ、このアップくんのせいなんですけども、楽しいところたくさん撮らせてくれてありがとうございます。長くなりすぎましたので、本日はですね、スタジアムに入る前、スタジアムに行く前からもどのぐらい楽しいのかっていうのをですね、みんなで見ていこうかなというふうに思います。もしね、見ていただきまして、そしてスタジアム楽しそうだなと思いましたら、まあ、サッカー興味なくても、こうやって非公式軍団の皆様が、大変盛り上げてくださりますので、ぜひともね、スタジアムに遊びに来てもらいたいなというふうに思いますね。皆さんね、いろんな、プログラムがたくさんあってですね、公式キャラクターのハーマー&ドリーが可愛いのはもちろんなんですけども、それ以外の楽しいものも本当にたくさんありますので、ぜひともご覧になってください。今回はですね、非公式軍団も最終戦ということで、とっても頑張っておりました。テレビの取材もたくさん受けておりましたので、その様子も少しだけ流したいなというふうに思います。テレビの方でも見れるといいなぁなんて思います。またね、1週間に1回会えたみんなと、またちょっと時間が空くのは寂しいと思いますが、最後の思い出に残しておきたいと思います。できれば本編の方をご覧になってください。本日は試合の約2時間前に来ましたが、もうすぐ横の駐車場はいっぱいになってきました。それだけですね、いわき FC の試合に観戦に行きたいなって人が増えたので、それはとっても嬉しいと思います。第2駐車場と言いますかね、二つ沼公園の駐車場もすぐ近くにありますので、そちらからも歩いていくとすぐです。僕が着いた時にはもうすごい入場列がこんなにたくさん続いておりましたね。たくさんの人が来てくれて嬉しいです。すっかりおなじみになりましたが、入り口にはミニマスクドいわきさんと、いわき FC サポーターさんのウェルカムボード部の、作品が展示されております。今シーズンも最後になってしまいましたが、ウェルカムボード部のみんなもね、活動をずっと頑張っております。動画を、一時止めていただいて、皆さんの作品をゆっくり見ていただけると嬉しいなというふうに思います。中にはですね、こういろんな趣味趣向を凝らしたものですとか、可愛らしいイラストを描いてあるものですとかたくさんあります。今年ね、途中から始まりましたが、最後までみんな本当に頑張りました。皆さんのお客様をもてなす気持ち、本当に伝わっていると思います。今年もお疲れ様でした。さて、会場の雰囲気ですが、今日もたくさんの出店の方が出ておりますね。お祭り会場のようになっております。この時はですね、少し混んでるなーくらいだったんですけども、バスが到着した時はすごい人でしたね。車の展示なんかもあってとってもかっこよかったです。ステージも用意してありましたので、何か式典があるようです。横地、横地、何これ優勝すると、星つくユニフォームに、そんなの公式が出し、わあ、これ結構しっかりしてる。自前いいね。違うね。ありがとう。皆さん、はいはいはい、優勝すると星がつくの。おはようございます。いやもうさ、どれ増えたか分かんねえな。これが増えたでしょ。あ、分かんねえ。分かんない。でここどれ増えた。あ、赤ヘル人気だね。誰からえ、どれが増えたの。なんかえ、これでしょ。後ろ姿、この前の昨日のイベントのやつじゃん、これ。イエス。早いね。仕事早いね。人気だね。ありがとうございます。おはようございます。イエーイ、イエーイ。昨日お疲れ様でした。アマキンさん、ちょっと今お仕事中なんで。なんかすごくなったんじゃないですか、この人数がね。今シーズンがこんなすごいなと思って。そうですね。まあ来年もっと増えるでしょう。もっと増えてほしいですよね、サポーターの人ね。でしょうね。まあおもてなしも頑張ってください。はい。ですし、アウェイのサポーターの皆さんもね。うん。来てほしいですね。ね。皆さん駐車場お早めに。来年デートいっぱい来てね。いっぱい来てね。よし。アップ君、おはよう。何？あっち行くの？オッケー。ありがとうございます。
通に並ぶな。ウキウキしてるじゃねえか。なんか頭撫でんの子供じゃねえんだぞ。アップくん。アップくんって言います。アップくんよかったね、可愛がってもらってね。どっちが可愛がってんだか。アップくん何しに来たんだよ。これ、あ、特別パック、限定特別パックが欲しい、アップくん。欲しい。うわぁ、お金持ってる、アップくん。アップくん、お金持ってんの。なになに、なに、こう、チラチラすんな。金をこっちにチラチラすんな。アップくん。アップくん、お金持ってんの。ウキウキしてる。ウキウキしてる。アップくん、足がウキウキしてる。そのドーナツ食べたかったんだね、アップくん。アップくん、順番待ちの列で写真撮られてんじゃない、アップくん。アップくん、アップくん人気だね。限定パック。アップくん限定パック。アップくん、ウキウキしすぎだろ。アップくん、かわいいな。そんなに好きなの。うわー、ちょっとアップで撮るけど、うわー、美味しそう。これがアップくん食べたかったんだね。のしもついてます。のしもついてる。あ、お祝い、ありがとうございます。はい。アップくんのスポンサーついてもらえないよ、ジャックインドーナツさんに。アップくん見失ってる、赤べこ。アップくんよかったね。よかったね。スキップしてる。アップくんよかったね。さて、最近のいわき FC の人気がすごいので、テレビの取材もたくさん来ておりました。非公式軍団のみんなが、テレビの取材を受けておりました。この様子が放送されるか皆さんぜひともお楽しみに。日曜日にやってるやつかな。インタビューよ頑張りましたね。辛い。それまでも、そうね。意外と非公式でみんな恥ずかしがり屋さんだよね。恥ずかしがり屋だからこういう格好。隠してんだよね、顔ね。どこどこ、アップくん何目指してんの。リュック、アップくん。アップくん、全部自分でやってるのかい、手伝おうか。全部ドーナツ入れてあげようか。あ、カラコン俺に持ってきてくれたのかい。カラコン、アップくん優しいね。あー、ありがとう。アップくん、アップくんかわいい。顎は無理だ。あー、できてた、できてたよ。アップくんありがとう、ありがとう。アップくん、はい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 、ババーン。たくみさん落ち着いて。なんだそのプラカード。作ってきたの。作ってきたの。しかも皆さん、これあのいわき FC 熊出没注意です。あのフリー素材なんで、アップくんぜひぜひあの写真撮ってください。で、はい、アップくんいいね、いいね、いい感じにキャラかぶりしないね、2人ともね。大人気じゃないか。足直してくれるって。子供ダメ。ダメ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 。じゃあおじさんのカメラで撮るよ。アップくんこっち見てね。はい、撮るよ。はい、チーズ。アップくん、カタ、アップくん、カタカナのアップにくんです。あ、レンズ磨いてくれたね。ヒロボー、またね。バイバーイ。アップくん、激しい。あ、大丈夫っす。あ、大丈夫。大丈夫っておかしいですよね。あ、どういうことですか、これ。なんかワンポーズください、一つポーズください。あ、いいね、いいね、いい、あ、かっこいい、かっこいい、いい、高い高い、ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいのは大丈夫です、分かってます。すみませんね、ありがとうございます。まあ、この後もさあ、それではこれよりですね、こちら場外特設ステージで、ゼロカーボン実現に向けていわき FC がホームタウンとできることを開始したいと思います。皆様よろしくお願いいたします。
ハマピー可愛いよね。ちょっと値段があんま可愛くない。あ、アップくんお金持ってるじゃん。あ、これでか、これで売ってくれませんか。すごい金持ってんじゃん。これいくら？裏側100万円じゃん。アップくん多分これね、日本で使えないやつじゃないの。あ、アップくん一生懸命、あ、アップくん100万円持ってきたのに、あ、アップくんハマピー買えないね。アップくん、いや、怒ってる、めっちゃ怒ってる。あ、しょうがないね、アップくんね、また頑張って働こう。みんなご飯食べてる。両線にハマーのゲートをバックにカメハメハ、こっちに言ってください。あー、いいね、いいね。ちょっとこう、もうちょっと僕下行きます。あー、いい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 。後ろにアップくん普通にいるのがいい。ありがとうございます。ありがとうございます。一回さ、イノシシ準備、子供待ってる。イノシシイノシシよかったね。はい、イノシシリアルな方にしました。イエーイ。ほとんど視界がないから、みんないじめないでください。当たらないって。はい、はい、じゃあみんな可愛い顔してください。はい、チーズ。あー、悪いね、悪いね、アップくん、アップくん悪いね。おー、怖え。あ、本気のやつだ。アップくんこれ動画使うからな。あー、結構痛がりだな、結構痛がりだ。あー俺を取るな、俺を取るな、俺を取るな。いや、久しぶり。あー、アップくん、あの芝だらけになってるけど、今バス到着しました。非公式の頑張りとか。もうアップくんチャンネルだよ、僕のチャンネル。はい、いいね、アップくん。芝を取るマスクロさんとね。ちゃんとお礼言うのがね、かわいいよね。あ、いいね、いいね、いいね。近い近い、危ないんだよ、峰打ちだけど危ないんだよ。近い近い近い。あ、切んな、アップくんのこと切んな、アップくんを切るな。アップくんの方が強いからな。アップくんやっちまえ。戦うな、戦うな。アップくんはそういうキャラじゃない。俺に来んのが痛い。痛くない、痛くない、全然痛くないけど。びっくりした。アップくん一瞬無になるんだよね。あ、持ってるんだ。アップくんいいね。あー、イメージが崩れる。舐めるな、舐めるな。刃を舐めるな。顔は可愛い、顔は可愛い、顔めちゃくちゃ可愛いけど、刃を舐めるな。アップくん、刀を中に入れるな。中に入れる。アップくん、アップくん、ダメだ、これ悪いイノシシだ。アップくん、多分ドリーの次。あ、元気、今日も元気、セーフ、元気。あの、いつもお世話になってます。こんにちは。ちょっと捕まえてごめんなさい。おなじみです。おなじみですけど、あの真後ろにあのクマいるじゃないですか、はい、ね、はい、すごい盛り上げてますけど、はい、ああいうのってクマどうだろう。ダメです。ダメなの。ダメ。そうだよね、全然大丈夫です。あの、うん、盛り上げていただく、いや、大事なところも、僕らが手で届かないところも、サービスしてもらってるんで、まあ、あのみんな考えてね、危なくなくやってるから、はい、安全面だけ考慮していただければ、はい、大丈夫かなと。そう、あの忍者とかもね、柔らかいクナイとかならいいよね。たくさんいるんで、うん、面白いですね。まあ、そこも、あの無理、邪魔にならないようにやってるから、一緒に楽しんでもらいたいなって感じで、はい、一緒に盛り上げていければと思います。はい、全然大丈夫。じゃあ、これから僕、スタジアム楽しんでくるので、あ、わかりました。今日もあの運営よろしくお願いします。先生、おめでとうございます。 ありがとうございます。気合い、分かってるね。ありがとうございます。岩仙人、これ本物じゃん。本物ですよね、すごい。触っちゃダメですよね。この、あれ、髪型変えたの。今日当日チケットじゃなくてごめんね。すごい。は
はい、ここまでがいわき FC 最終戦の、第1弾の動画になります。非公式軍団のみんながね、すごくこうスタジアムを盛り上げてくれて、そして楽しい雰囲気を作ってくれてるのが皆さん伝わったんじゃないかなというふうに思いますね。まあほとんどアップくんチャンネルみたいになってたのが本当申し訳ないですが、アップくん本当に面白いので、ぜひともスタジアムに来たら一緒に遊んでください。その次の動画としましては、スタジアム今日の最終戦の応援の様子ですね、ちゃんととかも動画撮れましたので、よければ皆さんその動画を見て参考にしていただきたいと思います。いわき FC の試合はもちろん面白い、楽しいんですが、それ以外にもみんなで応援したりするのが本当に楽しいですし、ちゃんともみんなで歌うとすごくね、心に響くようなところもありますので、ぜひとも皆さんたくさんスタジアムに来ていただきたいと思います。はい、それではですね、試合前の動画はここまでとなります。次は、試合中のサポーターさんの様子を皆さんで楽しんでいただければと思います。ぜひとも皆さんスタジアムに来てください。ここまで動画をお送りいたしましたのはいわき防衛隊の横田でした。次の動画も皆さんぜひとも見てください。そしていわき FC の試合ですね、今シーズンは終わってしまいましたが、来シーズンは約3ヶ月後に再開いたしますので、その試合でお会いしましょう。それではまた皆さん、スタジアムでお会いしましょう。そして後編動画ぜひとも見てください。ついでですが、いわき防衛隊の YouTube チャンネル登録者1000人を超えましたので、プレゼント企画をやっております。ぜひともその動画の方もご覧になってください。概要欄に貼っておきます。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。